ご視聴ありがとうございます。ローリー青野でございます。いや、あのね、俺このね R25 ね乗り始めてね、もう3000キロを突破しておりますと。基本ね街乗りベースなんですけど、このね R25 街乗りベースで良かったこと悪かったことありますと。でね、俺ね R25 工場委員会のね委員長として今回ね皆様に R25 いいとこ3つ悪いとこ3つお伝えしようと思います。その前にね、この R25 ね、一体どういうバイクなんだっていうことですよ。ヤマハのね、250cc フルカウルスポーツバイクでして、毎日乗れるスーパースポーツとかね、湧き立つ心は止められないっていうね、ヤマハのフラッグシップで R1、それも排気量ダウンして、街乗りで使いやすくしたバイクがこの R25 でございますと。で、スペックはこちらね、今出てると思います。馬力もね、12000回転で35馬力かな。最大トルクは10000回転23ニュートンメーターとかね、車重とかね、その他もろもろね、編集の方がね、面倒でなければ今ねスペックがいろいろ出ていると思います。まあレースのねスペックを街乗りに落とし込んだと。要は街でレースをしてくださいっていうバイク。違うな、レースのスペックで街乗りを楽しんでください。要はあくまでも街乗りのバイクですよこれ。 R25 ってね、実はバイクのね初心者の方ぴったりじゃないのかなって思うこともありまして、それはね俺ねよくねこの R25 ね乗ってて言うんですけど、パンチがないと、尖ったものがないと、全てにおいて高次元だと。だからめちゃめちゃ乗りやすいと。全てにおいて高次元っていうのはエンジンのパワー、車重ね、ハンドリング性能、あとねブレーキね、多分ねこれがこのバイクで街乗りしにくいって言ったら、多分ねフルカウル乗れないんじゃないのかな。まあ確かに忍者の方がね、乗車姿勢もね楽なんですけど、まあ街乗りで面白さが欲しいならこの R25 一択だとね俺は思います。これね、いいとこ3つ悪いとこ3つね、あくまでもローリー青の視点ね、なのでおいおい違うよって思われる方もいらっしゃると思います。まあそこは個人差があるんで、あくまでも俺が、まあ、3000数百キロで街乗りで使っていいなとか悪いなって思うところをお話しますと。なので普通のチョイスじゃないです。かなりねマニアックなチョイスを皆様にねお伝えしようと思います。あのね、基本的にこのバイクはねめちゃめちゃいいバイクですからね、本当にね、うわ細かみたいなことをこれから言うんで、皆さんね耳をかっぽじってねお聞きください。それじゃあ行きましょうか。 R25 ね、いいとこ一つ目はね、7000回転を超えたぐらいでね音が変わりますと。そのね音が変わるところ、めちゃめちゃ高揚感すごいんですよ。あのね、決してねパンチはないです。パンチはないんですけど、アクセルひねってね7000回転超えたところからバーンとね一つね音が変わるんですよ。それがね、この乗車姿勢も相まってね、おー SS 乗ってんなっていう気になります。スピードそんなに出ないんですけどね。5000、6000、こっからひねります。この音やばいでしょ。この音、この7000回転、ここの音、このね音とね、そしてね加速ね、めちゃめちゃ気持ちいいんですよ。ちょっとね高揚感欲しい時なんかは低いね、ギアシフトでね一気にアクセルをひねるんですよ。そうするとねああいうね気持ちいいんですよ。R25 のね、いいとこ二つ目ね、ハンドルのポジションがね、超いい。R25 ってね、過度な前傾じゃないです。俺まあ見てもらったらわかると思うんですけど、俺は今ね、一番後ろに座ってます。一番後ろに座ってて、ガッとね、ハンドルを握ってる状態なんですけど、このハンドルがね、トップブリッジのね、下にマウントされてますと。ただし、よくね、見ていただければわかるんですけど、トップブリッジの下にね、ハンドルがついてるんですけど、そこからね、若干上がってハンドルが出てるんですよ。グリップがね。なので、イメージは、トップブリッジとね、水平。やや水平にハンドルが出てると。そして、ハンドルの垂れ角も、まあ、ほぼない。まあ、ほぼ水平なので、過度な前傾じゃないんですよ。
まあ、250cc のフルカウルでうわ前傾きついなと思ったのは KTM のやつね。あれきつかったし、あとね、まあ、いわゆるニダボね、ホンダの 250RR ね、あれもかなりねこんなイメージだったかな。でもね、これ R25 は今ちょっとハンドル握ってるからですけど、本当にねこれぐらい過度な前傾ではないから、乗車してる時にねしっかり右グリップしとけば本当にね楽なんですよね。首への負担もねあんまないんですよ。初めてのフルカウルのバイクにはぴったりなんじゃないのかなっていうふうに思います。これねめちゃめちゃねこのハンドル位置は本当に、いいです。いいとこ3つ目でございます。これ超マニアックなんですけど、スイッチボックスでウインカーめちゃめちゃね操作しやすいっていうのがね、あのこれね多分ね、まあ、毎日乗れるスーパースポーツが、まあ、毎日乗るっていうことねにすごくね重要なんですけど、街乗りにおいてねウインカーってめっちゃ使うんですよ。これウインカーね、これねウインカーの使用頻度っていうのは一番多いと思うんですけど、街乗りしててこの時にね R25 ねめちゃめちゃ操作しやすい。俺これ多分ね R25 を買う時に、試乗したインプリでも言ってるんですけど、あのね 250cc のフルカウルの中でねピカイチやりやすい、すごいねユーザーフレンドリーなんですよ。こんな熱い電熱グローブをしてたとしても見えますかね、今逃げてるでしょ。追い指サッとずらすともうこれで操作ができるんですよ。これでまあもちろんねバイクの運転してる時はね前向いてますよ。前向いててで指だけでねこう動かすんですけど、この位置が絶妙なんですよ。俺ねザ昭和体型で、まあ、普通、まあ、平均的な体格なんですけど、でもね大きくないです。そして指も長くない。でもそんなねザ昭和体型のおじさんの手、指の長さでも前見てるんですけど、ウインカーのスイッチね見ないでパッと触れることができます。これ見えますかね、パッと触れることができる。このね操作性ね、結局ねまあバイクに乗り始めてねやっぱ行動怖いんですよ。皆さんね事故った時のためにねプロテクターやなんやかんやってねみんなね言いがちなんですけど、そもそもね事故らないことが重要なんですよ。要はね事故らないように予防する。だからノブさんってやってね、あの教習コースね配信者にしてるんですけど、スイッチボックスこのウインカーを触るっていうところも運転においては非常に重要で、今事故を起こさない、間違わない、操作ミスしないっていうところに、このねウインカーがあると、そして操作しやすいと、これはもうねヤマハのねユーザーフレンドリーさがよくわかりますよね。今ねいいこと3つお伝えしたんですけど、一番伝えたかったのはねこのねスイッチボックス、このウインカー押しやすいっていうところね、ちょっとねハザードはねやりにくいんですよ、やりにくい、戻しにくいんですよ。でもねウインカーはねめちゃめちゃやりやすい。お待たせしました。皆さん聞きたかったでしょ。 R25 の悪いところね。悪いところ1つ目、足つきが悪い。これはねまあ体型によりますよ。俺ね 172cm のねザ昭和体型ですよ。昭和男の足の長さにはちょっとね足つき悪いなっていう感じ見えますかね。これねシートのところね足つきね、まあ、よくするためにねちょっとねエッジかけてくれてるんですけど、なんかねつま先しかねつかないんですよ。ちなみに俺ね息子いるんですけど、息子ね身長 160cm なんですけど、もうすでにね足の長さ俺と一緒です。昭和50年代生まれのね今の日本を支えるね世代ね、その体型にはちょっと R25 は足つき悪いなと。ただしね足つき悪いけど、でも右足でブレーキ踏んで、左足でついてる時ねちょっとねケツずらせばね全然なんですよ、大丈夫。そしてね一回乗ってしまえば、いわゆるねザ昭和体型でね足は短めなので、この R25 のねステップのポジションも相まってきついなっていうことはないと思います。多分ね平成生まれの若い子がねこの R25 乗ると、こっちのステップの位置ね、まあ、相まってちょっとねきついんじゃないのかなと。俺みたいにねまあ短足が乗ると全然ねちょうどいいし全然疲れないんですよ。こんな辺もねヤマハはさすが一番ね経済活動活発なね40代向けにね R25 作ってんのかなっていうふうに思います。
R25 ね、悪いとこ2つ目ね、バイクに乗ってない時なんですけど、取り回しがね、やりにくいなと。例えばね、まあ俺バイクね、車庫に入れてるんですけど、車庫から取り出す時とか、イオン行ってね、まあ俺イオンでよく言います、まあイオンよく行くんですけど、駐輪場から出す時とかね、エンジンかけてない時の、バイクの取り回しね、まあこれもね、ザ昭和体系がね、気にしてるとは思うんですけど、足が短いってことは腰の位置がね低いってことなんで、もうね、あとね5センチぐらい俺のね腰が高ければ一番操作しやすいのかななんて思ったり、やっぱりね、ザ昭和体系胴が長いので、立った時にハンドルまでのね距離があるんですよね、立った時にね。その時にややね前傾になってバイクを動かさないといけないんですよ。 R25 のハンドル位置も相まって、あと俺のねザ昭和体系も相まって、ちょっとね、まあ、前に力を入れて押してる、しかもハンドル下、そして俺の腰位置低いっていうので、押して旋回する時とかはね、まあちょっとね、よっこらしょって力入れないと動かしにくいと。多分ねこれね、 R25 乗られてる方ね、まあザ昭和体系の方たちね、多分ね分かると思います。あー、俺の腰があと5センチ高ければな、ハンドルがトップブリッジの上だったらな、もっと操作しやすいのになって思う方はいっぱいいると思います。まあデメリットのようでね、まあデメリットじゃないですけど、要はバイクね乗っちゃえばいいんで、まあそれまでの辛抱なんですけど、押し引け、まあこれはね、まあこれガチでやりにくいなと思います。R25 のね悪いとこ3つ目お伝えしますね。まあこれね悪いとこなのかな、まあ致し方ないとは思うんですけど、この R25 ね、あるね回転数からステップ、アルミのね削り出しのステップがついてますと、これがねちょっとねビリつくんすよ。ハンドルもね、まあ確かにビリつくんすけど、ある回転数を超えたところのステップのビリつきはね、手よりねちょっとね不快っちゃ不快ですね。それは一体どこからね、どの回転域でビリつくかというと、いいとこでも言ったんですけど、7000回転以上です。このね7000回転以上の時にビリビリビリっとね、足の裏にね振動がきますと。街乗りでね7000回転でね出すことはねあんまりないんですけど、高速とか乗ってるとねよくね感じます。しかもね、そのビリついがね感じるのはスニーカー履いて乗ってる時ね、その時にね、今ね7000回転張りました。この7000回転ちょっとね、くすぐったいんですよね、スニーカーで乗ってるとね。でもね俺今ねスニーカーじゃないですよ、スコイク履いてます。スコイク、いや、スコーク吐き出すからね、この7000回転のビリつき、確かにビリつきは感じます。感じるんですけど、スニーカー普通のね、要は運動靴履いてる時より軽減されてる。まあそこら辺もね、やっぱね、スコイコってね、すごいなっていうふうに思います。だからね、ライディングショーツ履かれてない方はね、まずね、やっぱね、おしゃれなね、スコイコ、おすすめします。古木さん、こんなんでいいですか？多分ね、高いバイクとかだと、その振動を殺すね、いろんな仕組みがついてるんだと思うんですけど、まあ 250cc ですよ、買いやすい。で、このね、フルカウル、スーパースポーツを街中で味わえる、この R25 にね、ある回転数以上のね、ステップのね、ビリつきを抑えてくれと、軽減してくれと。まあ、それはね、結構ね、まあちょっとね、消費者本位のわがままかなと思うんですけど、まあね、5000回転以下とかね、普通に街乗りしてると全然振動が来ないんですよ、スニーカー履いてても。まあそのねビリつきの、乗った感のね一つかもしれないんですけど、まあ初心者の方がね急にね普通のスニーカーでね、乗って、7000回転以上ね、まあ例えば高速で出しましたと、その時にはちょっとね不快感が感じるんで、ここはね良くないなと。ただし繰り返しなんですけど、おしゃれでね買いやすいねスコイコのねライディングシューズを履いとけば、そのビリつきは軽減できるんで、あ、スコイコのね通販はね概要欄に書いてますんで、皆さんよろしくお願いします。多分正規の値段の URL なんで。 DMC のねライディングジーンズとねマジで相性抜群なんで、ちょっとねスコイコね、まあ金1万円ちょっとねお金余裕があったら一回ね騙されたと思って買ってみてください。ガチでいいんで。あれ、これファッションをやってる俺が言うから、そんな辺のねただの YouTuber が言うよりね説得力あると思いますよ。俺ファッションやってるんで。まあ本当にね、まあ、重箱のね隅をね続くようなね悪いとこね3つ目挙げたんですよ。まあねそれぞれね解決策はありますよ。必ずねバイクってねいいとこあったら悪いとこもあるんで。
R25 マシロリにおけるね、いいとこ3つ悪いとこ3つ皆さんにね、お伝えしましたと。これあくまでもローリー青野的なね、まあちょっとねマニアックな視点のそれぞれの参戦なんですけど、まあ世の中のね、ものはね常にねいいとこも悪いとこもあります。絶対全てねいいとこだけのものなんか絶対ないですから、もうねいいとこ悪いとこもしっかりね、まあ、自分なりに把握していいところはねもっと伸ばそうと、伸ばして楽しもうぜと。そして悪いところはね自分で解決できるように、ね、何かしら方策を見つけて悪いところを打ち消していくと。ゼロにはならないけど不快指数ね仮にね100だったものがじゃあスコイクのライディングシューズ履いてビリつき抑えれて30になりましたと。多分70ね幸せになった、いいことになったってことなんで、やっぱそういう工夫ね、まあ、それはね必要なんじゃないのかなと思います。自分で工夫することね。でやっぱねバイクはね相棒なんで、いいとこ悪いとこ許容してあげて皆さんね、バイクライフを楽しんでください。そしてね自分のね愛車、めでてあげてください。今回のね R5 いいとこ3つ悪いとこ3つね、面白かったな、参考になったな、俺も R5 乗りたいなと思った方はねぜひね高評価ボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ皆さんね自分のね愛車めでてください。そしてねいいとこ悪いとこね許容して愛してあげてください。ということで皆さん来週も見てね。ローリー青野でした。年末にはねほぼ完売状態、年明けたらもう買えませんっていう感じで、ついにね発熱蓄熱性能を手に入れました。20度で履くと 26.5 度、あったかっ。